藤沢拓人は大分県宇佐市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。現在は社会人野球の JR 西日本でプレーを続ける。柳ヶ浦高等学校時代には投手兼三流医師としてプレーしかし、春夏ともに甲子園での全国大会出場はならなかった。高校卒業後に性能運輸へ入社すると3年目の2011年に 第81回都市対抗野球大会へ出場。5年目の2013年にも、東方ガスの補強選手として、第83回都市対抗野球大会へ出場した。2013年のプロ野球ドラフト会議で、中日ドラゴンズから6巡目指名を受け、契約金3000万円、年俸1000万円という条件で入団した。背番号は46。なお、 中日から指名された直後には、性能運輸の選手として、第39回社会人、野球日本選手権大会へ出場している。中日ドラゴンズ時代2014年には二類種へ転校。フレッシュオールスターゲームには、ウエスタンリーグ選抜チームの一員として出場した。その一方で、一軍公式戦への出場機会はなく、60試合に出場した。 ウエスタンリーグ公式戦でも打率、192、1本塁打、11打点という成績にとどまった。シーズン終了後の11月1日には、翌2015年の契約に対して、NPB の野球協約で定められた、減法の上限を適用することを、球団から提示。結局、年俸750万円で契約を公開した。2015年には、 ウエスタンリーグ公式戦67試合に出場。打率234、日本塁が11打点という成績を残した。しかし、一軍公式戦への出場機会がないまま、10月27日に球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日にシートバッティング形式の12球団、合同トライアウトへ参加したが、 全7打席で無安打1死九六三振に終わった。2016年からは社会人野球に復帰、JR 西日本へ入社してプレーを続ける。パンチ力と広角に打ち分ける技術を持ち合わせた打撃が特徴。守備では三塁を中心に内野の全ポジションをこなせる。一軍公式戦出場なし AB 席別球人2015、中日。 藤沢拓と内野市スポーツ日本、性能運輸初戦敗退中日ドラ6藤沢は、悔しい 1& アンダスポーツ日本プロ、野球フレッシュオールスターゲーム2014出場者、NPB 公式サイト中日藤沢制限いっ25%減750万円、日韓スポーツ来期の契約について、中日ドラゴンズ公式サイトハット AB2015 年、合同トライアウト詳細日韓スポーツ、 ありがとうございます。